クリューパイルドライバー。決まった。勝者はロシアが誇るアイアンマッスル、無敵のレッドサイクロン、ザンギエフ。ハラシュー。おお、アザムからか。新しい解放ができたのだな。ニューマッスル世代か。ザンギエフ様。おお、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエフ様の伝説に比べたら私なんか。よし、久しぶりの再会だ。リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。ドラいただき、ドッカーン。私もザンギエフ様みたいな立派なレスラーになりたいっす。うん、そのためにはマッスルスピリットが必要だ。そうだ、これから武者修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスピリットを手に入れるのだ。マッスルスピリット、かっこいいっす。喜んでお供させていただくっす。久しぶりだな。相変わらず良い筋肉だ。そちらもな。それにしても武者修行とは古風なことだ。ご友人っすか。おう、俺の旧友でマッスルソウルファイターズクラブの名誉顧問、アザムだ。私はレインボーミカです。よろしくお願いするっす。もしかしてあんたってあのザンギエフ、アザムの知り合いだったのか。わか、あんた有名人だよな。ネットで見たぜ。すごい筋肉だよな。筋肉に興味があるのか。良い心がけだ。よし、記念に投げてやろう。いや、そういうつもりじゃ。ってマジで。いや、もう気持ちだけでいいってば。遠慮はいらんぞ。降参降参、とんでもないパワーだな。そうだ、これもすべて筋肉によって生み出されるのだ。私とも一戦お願いします。まさか君もレスラー。にゃははいいぞ、思いっきりぶつかり合うといい。マジで。ちょっと、ララから伝言を預かっておる。いつもの場所でだそうだ。良い修行になりそうだな。ああ、この旅を通して
ミカにも何か伝えられればいいと思っている。我々もかつて先達の背を追い導かれた。うん、次は俺たちが、うん、もう一戦、もっとマッスルスピリットを磨くためにお願いするっす。いや、もうプロレスの熱いスピリットなら十分満喫したって。熱き魂はプロレスだけのものではない。お前も持っているはずだぞ。うん、先人たちから受け継いだ魂がファイターの力となり筋肉となるのですぞ、若。受け継ぐすか？魂を？いやははははついにザンギエフ様と共にリングに上がる日が。震えてきたっす。安心するがいい、ミカ。今やお前のマッスルスピリットは俺に負けぬくらい熱く鍛えられている。ありがとうございます。リングで立ちすくむことがあれば俺の僧帽筋を見ろ。この背がお前の道しるべだ。ザンギエフ様、よし行くぞ、ミカ。